回はクロールの綺麗なフォームを作るためのストレッチをご紹介していきたいと思います。綺麗なフォームを作ると3つで、ね、いいことがあります。1つ目はまず疲れにくくなるということですね。2つ目は、肩がちょっと痛いな、そういった、ね、痛みを防ぐことができます。で3つ目は、当然綺麗なフォームになれば効率いい動きになるので早く泳げるようになります。そのためにポイントとなってくるのが肩甲骨の動きです。はい、その肩甲骨いろんな動きがあるんですけれども、その肩甲骨の動きを良くするためのストレッチ一つ、紹介していきたいと思います。はい、どういう動きかと言いますと、腕をですね、肘をぐーっと上に上げていって、この肘を後ろに持っていくという動作です。はい、脇をですね、脇のそば、こう脇を開かないように体のそばを通りながら肘をぐーっと上に上げる。できるだけこれ上に上げていってください。後ろもできるだけ肘が天井を向くぐらいのイメージで上に引き上げてあげることがポイントになってきます。はい、肩甲骨の、まあ、体がこういうラインがあるとしたら、肩甲骨の後ろに倒れる動き、前に倒れる、こういう動きを、作り出すストレッチになります。ちょっと横でやっていきますよ。脇を締めた状態で肘を上にぐーっと持ち上げていきます。この時に肩甲骨はこういう状態ですね。後ろに倒れた状態。はい、今度は肘を前、後ろに持ってぐーっと上に上げていく。肩甲骨は前に倒れるような動きになります。はい、できるだけ胸を張って上に息を吸いながら、はい、ふーっと吐きながら肘を後ろできたら、この肘の角度ですね、こう伸びたりしないように90度を保ったまま行うようにしてください。ゆっくり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 胸を張るように、少し息を吐いてリラックスしながら肘を後ろに。はい、ちょっとね、肩甲骨の動き自体は意識しづらいですけども、肘の位置をしっかりと前、後ろ、ね、上に上げながら動きを作ることによって肩甲骨がつられて動いてきてくれますので、そのあたりを意識しながらぜひやってみてください。今回は以上です。